線路使用料は、鉄道路線において、運送する事業者が線路を保有する事業者に対して、支払う使用料である。他社車両を使用して、自社列車として運送する直通運転における、車両使用料とは、本質的に異なる。2010年に開業した京成成成田スカイアクセス線は、全線にわたって、他社の線路を借り受けており、線路使用料を支払っている、道路交通や、 航空交通、海上、水上交通では、輸送に必要なインフラストラクチャーである道路、交通ターミナルや空港、港湾を保有している主体と、それを利用して運送する主体が異なることが多い。一例として、航空会社は、航空機を飛行させて、旅客や貨物を運送するが空港は保有しない。逆に空港を保有する主体は、航空運送をしないことが当たり前である。 一方、鉄道においては、長らく列車を走らせる事業者が自ら線路を保有し、整備することが普通であった。インフラストラクチャーへの設備投資は、固定費用となり、経営上の圧迫となることもあり、線路の保有、整備を行う主体と列車の運行を行う主体を分離する動きが出てきた。これが上下分離方式である。 上下分離方式になると列車を運行する主体は線路を保有する主体に対してその利用の程度に応じて線路使用料を支払う。これにより列車を運行する主体はインフラストラクチャーにかかる経費を変動費とすることができ事業の採算性を向上させる可能性が出てくる。一方オープンアクセス方式とも関連があり特にヨーロッパではそれまで鉄道事業に 関わっていなかった事業者が線路使用料を支払うことで自由に参入することが可能とされている。日本において鉄道事業者は第一種から第三種に分けられており、このうち第二種は第一種または第三種の鉄道事業者から線路を借りて営業する形態となっている。このため第二種で鉄道事業を営業している事業者は第一種。 第三種の事業者に対して線路使用料を支払っている。ただし、独立行政法人鉄道建設、運輸施設整備支援機構が保有している鉄道線路については、鉄道事業法59条の規定により、第三種とはならず、列車を運行している鉄道事業者が第一種を営んでいるものとみなされる。大半が、 他社保有線路の JR 貨物、JR 貨物に貸すだけで自社では使わない。河川日本貨物鉄道は、JR 旅客鉄道各社や、並行在来線事業者、被較オレンジ鉄道等の第一種、第三種鉄道事業者の線路を使用して、自社貨物列車を運行しており、大半の区間において、線路使用量が発生している。JR 貨物が線路を借りて、貨物列車を走らせる際には、 アボイダブルコストルールで線路使用量を計算している。これは仮に貨物列車が運行しなかったとした場合に旅客会社が線路の保守作業に必要だった経費を計算し、それに比べて貨物列車が走行したことによってどれだけ保守経費が増加したかを求めてこの増加費用分だけを JR 貨物が支払うという方式である。国鉄分割民営化の際に JR 貨物の経営基盤が脆弱であることが予想されたため、その経営を支援するために、線路使用量が低く抑えられるように定められた方式である。その後、東北新幹線の八戸延長に伴って、並行在来線の東北本線、盛岡八戸間が東日本旅客鉄道から経営分離されることになり、この区間を走行していた貨物列車は、 平行在来線事業者線路を走行することになった。当初から経営難が予想されていた平行在来線事業者は変動費のみを対象として安分計算したアボイダブルコスト方式をやめて固定費部分を加味した線路使用料を支払うように要求することとなった。関係者の間で協議が行われた結果、当該区間の整備新幹線を建設した日本。 鉄道建設公団が JR 東日本から受け取る新幹線に対する線路使用料を原資として JR 貨物の支払う線路使用料を補填することになった。この補填分を貨物調整金と呼んでいる。これにより平成21年度決算では並行在来線事業者のうち IGR 岩手銀河鉄道の旅客収入は約17.0億円であるのに対して 線路使用料収入は約13.4億円とかなりの額を占めるに至っている。一方、同時に青森県側で並行在来線を引き受けた青森県についても同じ措置が講じられているが旅客運送を行っている青い森鉄道も施設保有する青森県に対して線路使用料を支払う立場にある。ただし、青い森鉄道に対する経営支援として 東北新幹線新青森開業までの間は線路使用料の大幅な減免措置が講じられており、その額は平成21年度決算では約2.9億円であった。2017年度に青い森鉄道は初めて線路使用料の減免措置なしに約4億8900万円の線路使用料を納めることになった。こうした線路使用料の補填措置は その後開業した九州新幹線鹿児島ルートの並行在来線を引き受けた日殺オレンジ鉄道に対しても適用されている。日殺オレンジ鉄道では自社旅客列車の運行を機動車とすることで JR 九州から引き継いだ電化設備を貨物専用とし、その利用に対して応分の負担を求めることでさらに線路使用量の増額を図る方式となっている。 年間の線路使用量は、開業から10年間は、毎年最低2.8億円が保証されている。この整備新幹線並行在来線事業者に対する JR 貨物の線路使用料を補填する方式は、鉄道建設、運輸施設整備支援機構の旧日本、国有鉄道生産業務における利益上預金を一部活用することで、さらに増額されることになっている。 国鉄分割民営化当初、東海道、山陽、東北、上越の4新幹線は、新幹線鉄道保有機構の所有とされ、東海旅客鉄道、西日本旅客鉄道、東日本旅客鉄道の3社は、新幹線鉄道保有機構に対して、線路使用料を支払って、列車の運行を行っていた。機構は、旧国鉄債務のうち、 約5兆7000億円を引き継ぎ、債務の30年管理均等返済に必要な額に、管理経費を加えた額を、輸送量や、施設の価格に応じて3社に分割して、線路使用料としていた。初年度では、JR 東海4056億円、JR 西日本1032億円、JR 東日本1979億円であった。 しかし貸付期間終了後の JR への施設譲渡が優勝か無償か定められていなかったこと、貸付料の配分が変動するため将来的な負担額が不確定であること、新幹線設備が自己資産ではないため減価償却費を計上できないことなどの問題があり、1991年10月1日付で新幹線設備は JR3 社に優勝譲渡とされた。一方、 民営開港に建設された整備新幹線については建設を行った日本鉄道建設公団及びその更新の鉄道建設運輸施設整備支援機構が施設を所有しており運行する JR 各社は機構に対して貸付料の名目で線路使用料を支払っている貸付料は新幹線が整備されたことによる JR の受益を 限度として設定されることになっており、実際には新幹線が開業した場合の30年間の収益の合計値から新幹線を建設しなかった場合の30年間の収益の合計値を30年で割って算出することになっている。貸付料の年額は北陸新幹線の高崎長野間は175億円、長野上越妙高間は165億円。 上越妙高金沢間は80億円、東北新幹線の森岡八戸間は79.3億円、八戸から新青森間は70億円、九州新幹線鹿児島ルートの博多から、新八代間は81.6億円、新八代鹿児島中央間は20.4億円、北海道新幹線の新青森から、新函館北斗間は1.1億円となっている。 成田国際空港への線路を所有しているのは、成田空港高速鉄道となっており、JR 東日本成田線の成田線分岐点、成田空港駅間及び、京成電鉄本線、狛江の信号場成田空港駅間は、第2種として運営している。この区間の線路使用料は当初、JR 東日本については、年額26億円。 京成電鉄については年額10億円とされていた。双方で線路使用量の計算方式が異なっており、JR 東日本は自社で線路を整備して、減価消却していくのと同様に次第に減額されていく枠組みであるのに対して、京成電鉄は開業後次第に旅客が増加するのに、応じて増額されていく枠組みとなっている。ヨーロッパにおいては、 欧州連合の共通鉄道政策、指令91-442より、構成国の鉄道に対して、上下分離とオープンアクセスの実施が義務付けられており、指令95-19によりダイヤ編成や、運行管理、線路使用量などの基本原則が定められている。ただしこれによって定められたのは、同一の市場で、同一のサービスに対する、 差別的な料金を禁じるなどの基本原則のみであり、具体的な線路使用料の設定は各国に委ねられている。こうした EU の指令により、イギリスのネットワークレール、フランスの SNCF レゾ、ドイツの DB ネッツなどのように鉄道のインフラストラクチャーを管理するための専門の組織が設置され、列車を運行する会社はそうしたインフラ管理会社に対して、 線路使用料を払って営業するようになった。ヨーロッパにおける線路使用料の例としては、英仏海峡トンネルを通過して、貨物列車を運行する会社は、トンネルを管理するゲッティリンクに対して、2008年以降は1、列車平均3000ポンド、または4500ユーロを支払っている。これは2006年のユーロトンネルグループ破綻と、その後の再建計画の中で、 使用量を減額することで通行量を増やすために設定された額で2007年までは1列車平均5300ポンドまたは8000ユーロであった。また積み荷の種類やトン数による複雑な課金体系だったものを列車のスピードと時間帯による単純な課金体系に改めている。ドイツでは固定料金と走行距離に応じた可変料金を d b ネッツに対して支払う枠組みとされている。この方式はトラセンプリーザーシステムとして定められており、導入された1994年から2004年までの時点で1998年、2001年と2回改定されており、実態に応じたきめ細かな設定がなされるようになっている。線路使用料の総額は d b ネッツの減価償却費を賄えるように、 設定されている。上下分離によるオープンアクセス方式では、線路という限られたリソースを異なる事業者で共有するために、線路を使いたい時間帯が複数の事業者で競合した場合に、どのように最定するか明確なルールや最定期間が必要となり、また信用乗車方式を採用している区間では、運賃をどのように複数の事業者に分配するのかについても、 問題となる。北、アメリカにおいては、旅客鉄道事業はすでに衰退し、貨物鉄道事業が鉄道の主体となっている。このため線路の大半は貨物鉄道会社の所有となっている。これに対し長距離の旅客鉄道事業を公的関与のもとで存続させるために、アメリカ合衆国においてはアムトラックが、カナダにおいては、 ビア鉄道が設立されて旅客鉄道事業を行っている。こうした旅客鉄道事業者は自前の線路設備をほとんど所有しておらず、貨物鉄道会社から線路を借りて運行している。法律上は貨物鉄道事業者はアムトラック及びビア鉄道に対して線路を貸す義務があり、このために線路使用料という概念は直接には存在していない。しかし、 旅客列車を運行したことで増加した費用については、経費保証支払いという形で、アムトラックビア鉄道から貨物鉄道事業者に対して支払いが行われており、これ以外にも相当額の定時運行奨励金が払われている。これは、旅客鉄道会社が線路を所有しており、貨物鉄道会社が線路使用料を支払う日本とは逆の形態となっている。 使用量の範疇としては、四国旅客鉄道が、瀬戸大橋の列車通行量として、日本高速道路保有、債務返済機構に支払っており、JR 四国では普通運賃に100円上乗せして、徴収することで支払い分を利用者に転嫁している。その額は、2009年度で約9.5億円であった。また、青函トンネルに関しても所有者は、鉄道建設、 運輸施設整備支援機構となっており、北海道旅客鉄道は機構に対して沈借料及び維持管理費として年額4億円を支払っている。ただし青函トンネルの場合はトンネル自体を借りているだけでトンネル内の線路は JR 北海道所有とされている。その他には乗り入れ先の他社沿線に車両基地を置いたり運用線区と車両基地の間に 他車線を挟む場合に基地までの回送列車を運転する際にも発生する。ありがとうございます。